年潜ってもう改造人間になって帰ってくる。人道の真珠だけど。タケポンはなんかもう損してほしくない。ちゃんとかっこよく言ってほしいですけど。よかったら斉藤さんが勝つ。これは朝倉さんから元や選手勝つと思うんですね。森口さんに勝った時がピークパフォーマンスで。最後です。最後なんですけど、はい、先日タケル選手がアベマとの専属契約をしたんですけど、はい、そこについてお二人のご意見というか。まあ、死ぬほどどうでもいいですけどね。あ、そう。まあでも俺の率直な気も、うん、あれはまあ当たり前と思いましたけどね。うん。ああ、うん。俺思ったのはそのアベマとか、まあ、サイバーエージェントアベマの見せ方が天才だなと思ったっすね。うん、要は新しいコンテンツというか新しい価値観と、うん、あの新しいものと。新しいサービスと新しいヒーローを一緒に作るっていう、二軸一緒に持ってくるっていうのはさすがのGoプロモーション力だなっていうのと、やっぱ1億っていう響きがちゃんといいよね。うん、よかった。うん、なんかだからちゃんとヒーローを作るっていう意味で上手だなと思いましたね。なんか俺は素直にタケルに行ってよかったなと思ったっす。まあ天心は、はい、雨は裏切ってプライムなんちゃら言ったでしょ。アマゾン、はい、まあでしょ。厚労省ってことでしょ。そう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 、だからあそこにタケルってタケルに行ってもらったのが俺は素直に嬉しかったな。ザ・マッチやってあのよく頑張ってくれたなっていう厚労省的な感じだと思うから、うん、なんかこう嫌な気持ちしなかったっすね。ね、まあザ・マッチでだいぶ儲かったと思いますから、アメブは嫌な感じ全然しなかったんだよね。いや、俺は素晴らしいなと思ったさ、あれ。こう自体、たけるだろ。やろうよ。もう一回、あの、やろうよ。まあ、あいつあれですからね。ISK の俺が参ったベルトを今度挑戦するらしいですからね。オフルオフルっすよ、オフル。でもね、これね、またね、俺が煽ってるように見えるかもしれないですけど、そこ行くって思わんかったんですか。まあ、確かに。俺は、アベマであんなバーンって、で、第1試合目はこのヘンテコリンですって呼んできて、ほんで何のベルトかけるんかって、俺が前取ったベルトですよ。はい、しかも俺と一緒の階級らしいですよ。全く一緒じゃん。全く俺が27か3代か忘れたんですけど、なんかのチャンピオンやって、それをタケポンが取りに行くらしいから、まあね、俺が参ったベルト頑張って持って帰ってこいと日本に。もうキックボクシングでベルトがいっぱいありすぎてそんなにもうお飾りになっちゃったってことだよね。まあまあそういうことですよ。けどだからこそそこあえていく、うん、だから俺のお風呂っていいね。そうだから俺のこと好きなんちゃうかな思って、はい、なんやかんや俺と絡みたいにちゃうかな思って、うん、俺タケポンとキックやったら俺1年潜るっす、マジ。1年潜ってもう改造人間になって帰ってくるっす、マジ。どういうこと、チンポで死んじゃったか。なんでタケポン気持ちよくせなあかん。どういうこと。いやいや、もう万全な状態にしてタケポンのためやったらもう何でもするっすね、手術するっすね。どういうこと。なんか僕タケル選手のザマッチ終わった後なんか総合行くとかいろいろ噂はあったんですけど、やっぱ結局キックだったんですね。俺はなんかそれでいいと思うし、そんなに長くやんなくていいと思うしね。はい、俺とかはもうそのやっぱりぐちゃぐちゃ路線で行くしかないというか、はい、まあまあ自分の道を突き進むしかないじゃないですか。てかタケポンはなんかもう損してほしくないですよね、うん、なんかちゃんとかっこよく言ってほしいですけどね。だからまあ MMA で雇ってもいいですけどね。でもあの、うん、ISK のベルトかけて。よくわかんないから。いや ISK のベルト、はい、なんかさ、でも、女でも取り合ってさ、二人で、うん、好きですね、それ言うの。前も言ってたね、竹馬の取り合い。女取り合って、うん、で、なんかこう、シオン作って、うん、で、がっつり行こうよね。ねえ、好きですね。やっぱ、取り合って、そういうなんかね、縁婚がいいっすよね。縁婚？縁婚。縁婚。難しいっすね。はい、難しくないだろ。でも、なんか、ザマッチ終わってから、なんかこう、下火だみたいにちょっと言われてましたけど、なんか各自また盛り上がっては来てるんじゃないですかね。いやー、俺は正直あの今回あのアッシーとやったのは意味あったなって俺一つだけ思うことがあって、それはライジンっていう MMA のリングで、
たち立ち技がメインをできたってこと、はいはいはい、で客もす、まあ、超満員やったじゃないですか、はい、ライズ見に行ったことあるっすけどもやっぱガラガラですもん。そうっすね、であんなトップ選手が集まってるのにガラガラっていうのはこれはもう団体がどうこうとかじゃなくてやっぱりもうザ・マッチが頂点すぎてあこれいろんな選手がもうしのぎを削ってしまったからやっぱりそらあれよりは下がりますよね、うん、でもこの下がることはもう分かってたからこっからどうするかが大事で俺たちがメインできたっていうのは立ち技の選手がね、はい、できたっていうのは大きくてこっからなんかつなげたいですけどね、はい、俺は地獄のような絵だと思ったからね。誰が？え、だってさあのそのザ・マッチ終わってさ力のあるやつだけ残ってるじゃん今ね。だからさ今さこうキックボクシングがメインになったっていうけどいやキックボクシングがメインじゃないんだよ田中浩二がメインなんだよ。でこう力のあるタレントがメインなだけです。じゃあタケル、まあ、那須川天心、まあ、田中浩二なんかもしれない、まあ、朝倉とかそこら辺がこう力のあるやつがこうメインで結局格差が開いてるね、すごいこう地獄のような絵だなと思ってて、でそのタケルさん1億っていうのもすごくこう夢のある話なんだけど、うん、でもさその1億になったんだけどさその下の人たちがさなんか何万円かでも上がったかと思えねえんだよね。まあだからそこで成り上がりですよね。まあ、いやでもさでもさその要は市場自体が上がってなくて格差が開いただけで、まあ、それはなんかこう正しいとも言えるんだけどなんかこうこの世の中と一緒でちょっと残酷になったっすよね。あ、まあ、そういう見方もあるのかって僕は思ってた。だからあの K-1 だってライズだってそのタレントが強くない時の大会結構きついじゃん、うん、でもなんかじゃあタケルが出る田中浩二出るとかになると入るわけじゃん、うん、だからその一部の力のある人にこう力がこう集約というか集まっちゃったっすよね。うん、どうなんやろ。まあでも仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。まあ、そう仕方ない当然当然、はい、でもその別に集まった人たちがなんかこうたまたまその力をもらったわけじゃなくてコツコツ努力してる人たちだから、まあそうですね、うん、努力の差とも言えて、うん、なんかちゃんと格差が正しく開いてる、うん、はい、どうしていくべきですかっていうところですよね。どうし特に今俺 MMA はその格差が広くないと思ってて、うん、朝倉の下にもこう続いてると思うんですよ結構キック立ち技に比べて、はい、立ち技ってタレント性あるやつがタレント性っていうかそういうことをできるやつがもう古いと思うんですよ、うん、選手自体が、はい、古い世代が空くと思うんですね、うん、これは立ち技どうするべきなんだろうっていうところが俺はよく立ち技は別にずっと逆に言うとやって続けてれば出てくるよ。もう K-1 もそうだし、うん、ライズもコツコツ続けてるから出てくるし、あの極端な話成り上がりとかも2回3回続けていけば、うん、その中でスターが出てくるからものあんまり心配することない。でも時間かかりますよね。そこまで耐えれますかね。耐えれるでしょ。それは十分大丈夫耐えれる、うん、まあだから何万人とかっていう興行じゃなければ耐えれますよ耐えれる。それ俺なんで最近ねあんな箱でかくするんですかね。ああ確かにライズとか系やったりとかなんかすごい大きい会場が主流になってきたじゃないですか、うん、俺もっとちっちゃくでパンパンな方がいいと思うんですよいろんな意味で、うんうん、それはあると思うね。今パンパンで席数へすって、うん、隠してやってるじゃないですか、はい、それとやっぱスカスカに見えるし、うん、実際入ってるかもしれないけどある程度入ってるかもしれないけど会場がでかかったらスカスカに見えるわけじゃないですか、うん、そうそう、やっぱ見栄え良くないし、じゃあね、こうどこどこの会場でやってるっていうかましのスポンサーですよ ね、 そうそうね。あーそっちね。それだって東京ドームでやるって言った方がさかませるじゃん。まあね、まだあとは極端な話、海外とかライジンの演出も主流になってきちゃってるんで、うん、ああいう演出をできるのが大きい会場じゃないと、やっぱレーザー、LED、まあ、スモークとかもあるんですよね。まあだからあれですよ、もっと例えば分かりやすく言うとメイウェザーとやるって言った方が集まるじゃないですか。そうそういうことですよね、うん、会場でかい方がっていう、はい、まあ、うん、良くなっていってほしいんで、はい、まあまああれだね、しかし引退するやつがよく考えてるね。そりゃそうですよ、俺は俺成り上がりの CEO ですから成り上がり CEO、 成り上がりの CEO。 そう考えると成り上がりからスターが出るチャンスでもあるってことですよね。他の団体で若手がいないっていうか、そう成り上がりの誰ですかね、誰がいいですかね。まあ成り上がりの選手で言えば
学ぶ学ぶえあの成り上がりボックスであの歌歌ってたやつですよ。ほらもう青木さん覚えられてないもん。もう誰ほなら学ぶ痛い学ぶ痛いでしょかまあ印象残ってるのはタマさん。タマさんはいいね。あと菅口兄の旦那。ああね、タマさんのね。次回の雷神予想、じゃあまずは平本蓮選手 VS 斉藤豊選手試合予想は。これは分かりやすくて、斉藤さんがコンディション保ってて、でよかったら斉藤さんが勝つ。ただ斉藤さんが過去3戦負けてったりとか、それもノックアウトっていうか全ての試合ダウンして負けてんすよ、はい、なんでコンディションが整ってなかったら、もしかしたらもしかするかもしれないけど、うん、でもそれぐらいはあんにや、もしかしたらもしかするっていうぐらい、うん、でも平本さんが正直山戦で、うん、すごくこうまさか勝つと思ってなくて勝ったりしてるんで、うん、評価が高いんですよ、うんうんうん、異常に評価が株価が上がってるんだけど、うん、冷静に考えると試合70キロだし、うん、平本さんが体重変えてくれって言って変えてるし、で、でしょ、山本さんが別にそこまでのトップ選手じゃないこと考えると、急に株価がめちゃくちゃ高くなってんですよ、期待値が、うん、まあ、幻想というか、まさにこう、ちょっと話入っていいですか。ドーミネーターさんはトップじゃないんですか。トップじゃない、失礼だけどトップじゃないです。まあまあまあ中の下ぐらい、俺的には中の下やったらもう弱いですや。中の中とか中の下ぐらいで、そんなに別にレギュラー上位戦線じゃなくて、そこに行かれてるから、まあまあまあ、そうなんや。そうだ、平本さんがすごく異常に評価が高くなってて、で年末の試合もなんか無差別のボクシング梅野とやるっていう、ああやってましたね、のがあるから、ちょっとなんかそこで株価だけ上がってて、なんでまあ普通にやれば斉藤さんだけど、斉藤さんの不安はもうちょっとピークを過ぎてダメージが溜まってんじゃないかってとこですね。で朝倉牛は俺の意見なしでいきますやん。あ、どうぞ先生。はい、なんか青木さん昔あれでやってましたね、平本練習したんちゃうんですか、はいはい、どうやったんですか。俺は MMA のファイターとしてはまだ全然ダメだと思う。へ、あとやっぱ体の力が弱い、うん、なんか打撃から来る人独特なんですけど、やっぱ組む力がやっぱついてこないんで、その組む力がどこまでついてくるかっていうのはあるんですけどね、うん、やっぱりこの間 そのドミネーター戦みたいに、今回も平本選手は割と打撃を知りがっぱり、打撃でやりたいけれども、ドミネーターさんやっぱりレスリングが強くないんですよ、はいはい、テイクダウンが強くなくて、テイクダウンが強くないから、こう打ち合わなきゃ、打ち合わないと手組めないんですよ、うん、でもそこをなんかこうレスリングがちょっとできる相手だとそうはならないんで、はい、そこの妙はあるっすね。深いなぁ、はい、でなんか牛久さんと朝倉さんは、これは朝倉さんかな。牛久と斉藤はやったんですか。はい、でどっちかなんですか。牛久選手。そうなんや。で牛久さんはすっごいディフェンシブな戦い方、守りなんや、めちゃくちゃ守ってて、まあ、基本判定なんですよ。聞いたことあるな、なんか基本判定な選手で、守りの選手だけど、相性的にやっぱこう朝倉さんなのいいかな。でこうスイッチするんですよね、牛久は、うん、牛久は右と左とこうスイッチするんですけど、やっぱスイッチする人は分かると思うんです。こうスイッチするときに蹴られるとカットできないじゃん、うん、そうでしょ、スイッチする、うん、その時にやっぱこうバシッと朝倉さんが蹴れるんで、スイッチする時にバチンって蹴ってカットできずに、でカットできないと今度こっちに意識いくから、で最後倒されるんじゃないかな。はい、割と打撃戦になるから、ね、はい、打撃で決まるんじゃないか。ほなミクルはやっぱりこう強いんですか。蹴れるからね、あの中だと相性的に別に世界で上に行くって感じじゃないけど、相性的には牛久とはいいんじゃないかな。へえ、牛久がテイクダウンしてもサブミッションあると思えないし、はい、真面目に予想しちゃいましたね。その流れでいくと、はい、朝倉海選手と、
元谷選手、それはあの朝倉海が復帰戦なんで、はい、コンディション的に整わないと思うんですよね、正直。なんで、あの元谷選手勝つと思うんですね。うん、そうなんすね。コンディション的な問題ですね。やっぱ試合感が空いてるんで。へえ。朝倉海もやっぱり堀口に、堀口さんに勝った時がやっぱピークパフォーマンスで、それ以降やっぱちょっと落ちてるんで、そこ僕は朝あの元谷だと思ってるんですね。最後一個気になるの聞いていいですか。あのクレベル選手とあの鈴木選手、あワンサイドで、はい、ワンサイドです。あワンサイドでクレベルが勝ちます。あいやすごいですか、クレベル選手は。てかあの鈴木選手とはちょっと差があるっすね。で姉の方が強いんじゃないかな。あのこの前堀江に勝ったケラモフ、はいはいはい、あのロシア人、ロシアとかアゼルバイジャン人と本当はあのクレベルしたいですけど、それ誰が見たいねって話じゃないですか。外人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 同士で、だから鈴木選手になったんじゃないですかね。はい、うん、真面目に予想しました、ね、深いな。深くないだろう、深くないだろう、はい、いや深いな。そうなんや。でもやっぱ僕は一番素人なんで、やっぱもうさっきの朝倉海 VS とかだとやっぱ海なのかなとか思っちゃうんですけど、やっぱ見る人が見たらやっぱもっとや有利かなと思いますよね。ほら梅野とダウンサコンやったらどっちが強いんですか。いや梅野対ダウンサコン梅野だろ。いやあのじゃなんかみんなこう俺思うんだけど、梅野へのさリスペクトがさやっぱこうみんなないよな。いや、そんなことないでしょ。いや、みんななくない、なんかこう、あの、お笑いキャラになっちゃったじゃん。やばいだろうね。やばいだろうね。でも、あんまりさ、やばいだろさ、やばいだろっていうのだけでさ、うん、あの、喋り面白くねえんだよな。そうなんですね。だから、あんまり出ん方がいいのになって、俺は思って見てるし、いつも。で、ハラハラするよね。うん、全然思んないんですよね。そう、ツイッターとかも全然面白くない。何言ってかかんねえな。困ったら、ベビー梅でしょ。ベビー梅。何言ってんだ、なんかこうちょっとさ、なんかこう受け取る側がさ、こうよく解釈してあげるというかさ、なんかちょっとこうね、こうなんだろう、こう小学生とかと、まあ、面白いのかなみたいな、ねえねえ、それ学校で流行ってんのみたいな雰囲気だよね、梅のね。もうなんか俺が完全に負けたみたいになってますしね。そうっすか、最近では、そうですよ、俺にかかってこいみたいなスタンスですからね、彼は。なんかなんか俺も一体もう何が何なのかって感じで見てますけどね。自分のことなのにもう分かんないと思う。上野ね、上野いいよね。でもあれあの話はなくなったんですか、あのいつかブラザーズチャンネル。いや、声なんてもう全然来ねえんだ、あいつね。ここ来てやばいだろ、言うとったらいっちゃおもろいの。絶対来えへんのさ、あいつ、かたくなに。そうなの、来ないよね。ほんで、俺が戦った相手の中で一番あの攻撃力がなかったのはコージや、言うて。お前、ポッテーン、タオル取ってないか、お前。左フックで踊ってたよな、ポン、ね。それを堂々と言いよんねんが、ほんま。こいつはもうすごいな、思って。ボクシングの時だよな。俺の攻撃が一番なかったね。あいつすごいな。あいつすごい、そんなに。あいつやっぱ大したもんだな。あいつやばいだろ、ほんまに。やばいっていうか、やばい。なんかさ、なんだろうな、こう注目されることとかにさ、こう慣れてなくてさ、うん、そこに踊らされてる感じでさ、みんなこうね、この客はさ、冷てえからさ、うん、飽きた時、ズバーンって捨てると思うんだよね。っていうか、まあ、飽きてるか流行ってるかやったら、まあ、それもまだよく分かんないですけどね、あいつに関しては。ほんまに流行ってるのかどうかもあんま分かんない。確かに。無理やり絡んでますからね、あいつ人に。ベビー梅ね。ベビー梅ですね。うん、ベビー梅ってなんか駄菓子っぽいよね。うん、あいつほんま呼びたいですよね。来たらええのに。見たいですね。お二人にあの T シャツ着てもらいたいです、ね。やばい。もう着るよ。ね、やばい。全然着ますよ。はい。来たらええのに。あのやばいだろ T シャツもなかなかなんだよね。なんか売れてる風にしてますけどね。こないだそれこそ大阪会場で売ってましたよ。本人出ないのに。いやなんかこうなんか証拠たくましいというかさ、乗れるものに全て乗るのがいいよね。うん、
いやあ、梅野はいいね。あいつ呼びたいわ。絶対来ないですからね。もう何回もフォアしてんのに。じきじき。絶対来ないですからね。しかもむちゃむちゃ綺麗にあの断ってくるんですよ、丁寧語で。まあじゃあちょっと次はじゃあバレンさんっすね。バレンさんっすね。次はバレンさん。はい。じゃあ次はちょっとバレンさんを呼んでまた。細川勃起バレンタイン。はい。細川勃起バレンタイン。もうミドルネームもついたし。細川勃起。勃起先輩とか呼びそう。勃起先輩。勃起先輩。勃起。勃起おしゃれじゃないですか、ちょっと。勃起。確かに。確かになんかこう髪型とか緑になってたりするねえ、あの人はあれですよ、あの日替わりランチやから、はい、太陽のあの当たりでね変わるらしいっす、色ですか、うん、たまにピンクになったりしてでしょ、はい、してるねえ、うん、あの人すごいですよ、マジでネイルも変わりますよね、ネイルもしてますし、はい、まあ面白い人ですよね、はい、次はちょっとバレンさんをまたお願いします、はい、お願いします、ありがとうございました。